めっちゃ美人系整形告白の夢っちがまた激変。アートな漏れ金鋭に反響、雑誌の表紙飾れますね。お笑いトリオ3時のヒロインの夢っち29が12日までにインスタグラムを更新。印象が激変するアートな金鋭を公開した。この日、夢っちはこれ漏れちゃってるね、と綴り。 複数の友人のアカウントを添えて一枚の画像を投稿。写真の夢っちは、一矢まとわぬ上半身首にはヘッドホンという一風変わったデデたちで、顔周りには近未来風のシルバーの装飾品がヘッドアクセサリーのように飾り付けられており、彼女の華やかな目鼻立ちを一層際立たせている。 ヘアメイクやネイルの細部に至るまでこだわりが感じられる今回の一枚。夢っちは、ハッシュタグお友達に可愛くしてもらってみたシリーズ、ハッシュタグ実はまだまだ作品あるのだよ、ハッシュタグクールビューティー、ハッシュタグ肌、んぼだね、ハッシュタグ近未来感満載でこの木だ、ハッシュタグプライベートで作品撮りしてるけど、ハッシュタグこれまたみんなでお仕事できたらこうだね、と。 今回の撮影に至った経緯やテーマを解説している。長期休養を経て、先頃、自身の YouTube チャンネル、ンジのヒロイン公式チャンネル、で成形したことを明かしたゆめっち。ヘアメイクによってまたしてもイメージをガラリと変えてみせたゆめっちに、フォロワーからは、めっちゃ美人系宇多田ひさんのジャケうつみたい、ゆめっちちゃん超綺麗お美しいです。 サイバーな感じかっこよくてお似合いで素敵です。すごいかっこいい、雑誌の表紙飾れますね、など、好意的な反応が相次いだ。夢っちの覚醒により、3時のヒロインがますます売れっ子に。